滝田さん、八王子市長選挙に出ると伺いました。一つ大事なところを伺っておきたい。八王子の戦いは自民党を滅ぼす戦いです。自民党の腐乱、汚辱をなくしていきます。自民党に豚うんこを投擲します。滝田さんは都民ファーストですね。私は小池百合ばあ、ものすごく、軽蔑しています。小池百合ばあが悪人だから、です。問題を言いましょう。小池百合ばあは、関東大震災の朝鮮人、中国人虐殺事件を無視している。小池百合は、とんでもない、差別主義者です。時々、自民党帰り咲き、狙って、二階などの様子を伺っている、いやらしい人物です。困窮する未成年女性を救う、コラボがネトウヨの妨害に遭っている。そのコラボを見捨てた、鬼のような女です。小池は、卒業していない、カイロ大学に関連して、嘘をついている。特に、馬鹿にしているのは、カイロ大学を首席卒業と、プ、全くの嘘です。小池ばあは、何か都知事としての公約、やりましたか？ほとんど、やっていません。小池は、とんでもない、ネトウヨです。ネットで発言を聞いてください。すぐ、わかります。今は、大悪人の森喜朗と一緒に、利権を漁って、神宮の森の緑を根こそぎ、切り倒すことに、うつつを抜かしています。滝山さん、あなたは、小池の都民ファーストに属していましたね。都民ファーストと、小池百合ばあは、自民党打倒に、逆らう、極悪人の連中です。滝山さん、あなたは、八王子市民の味方であり続けることが、できますか？小池百合ばあと都民ファーストという豚うんこのような全くの腐乱と汚辱？それと縁を切ることができますか？八王子市長候補の予定候補者の滝田康彦さん来られていますのでスピーチをお願いしたいと思います。滝田さんです。よーし。皆さんこんばんは。滝田康彦です。今ご紹介預かりましたが、来月の1月21日、八王子の政治が大きく変わる瞬間になります。で、八王子の政治が変われば、東京そして日本全体の政治環境も大きく変わる、そんなきっかけになる来月1月21日は八王子の市長選挙になります。で、今国で裏金の問題だったり、宗教の問題だったり、いろんなことがあります。で、私も7年前に一民間人から、民間企業に当時勤めてましたけれども、政治の世界に会社辞めて飛び込んできました。その時の思いも今と変わっていません。日本の政治何やってるんだと、八王子の政治何やってるんだと、そういう思いでこれまで7年間政治活動をやってきました。今回の裏金の問題、金権政治の象徴でもありますし、これまでの自民党一強で続いてきてしまった弊害がまさに現れているし、そういう部分を私たち政治家や、あるいは皆さん一緒になってもっと早い段階から変えていかなきゃいけなかった。でもそれらがずっと隠され続けてきて、ようやく今明るみになっている。このタイミングで変えなければ、日本の未来、子どもたちの未来のために、政治の不正を正して、本来政治家がやるべき、皆さんと一緒になって街づくりをする、市民の声を聞いて政策を実現する、本来あるべき姿に一緒に
戻していきましょう。で、この八王子の来月の市長選挙は大きな分水嶺になります。私もこの後正式に八王子市長を選ぶ会の皆様と政策の協定を結ばせていただいて、そして八王子の政治を